はい、じゃあ行きたいと思います。サンダー戦、もう1時間半、結構やってるね。そう考えるとね。イエス。多分ドラゴンダイブ一発ぐらいは耐えると思うんで、ドラゴンボール打って、ドラゴンボールじゃないの、ドラゴンダイブ打って、で、ほらね、見ました皆さん。さっきからこのダメージ感覚。見ました。がレート2000デーズですよ。さっきのフリーザーに対してインファ打つ話しかり、海流でドラゴンダイブ打つ話しかり、これですよ。こういうね、ちょっとしたところでね、しっかり見せていくのがね、レート2000勢ですからね。わかります？で、デンジャー入れるじゃん。こういうところですよ。目には見えない。ちゃんとポケモンをやってる感。なおノーガードは見抜けなかった模様。うるせえよ。うるせえよ、おい。うるせえよ。よし、行くぞ。あ、てか、食い物あげなかったかったのに。ダクボーは、あれなの？夜大丈夫ね。行きまーす。はい。はい、A連打行きまーす。A 連打行きまーす。金ねじきチャレンジする人違うでしょ。はい、じゃあ皆さん、はい、カップ麺にお湯入れてください。カップ麺にお湯入れてください。どうぞ。あ、じゃあ、アイス食べたい人もね、今、カッチンカッチンに凍ってるアイスをちょっと今、冷凍庫から出していただいてね。カッチンカッチンの状態だとね、食べるの大変だと思うんで、ちょっとこう、机の上とかに溶かすじゃないですか。なんで今ちょっと出してきてください。はーい。はーい。じゃあ、準備できましたか。あ、ピノとかね、そう、持ってきてください。スーパーカップとか、そう。ね。持ってきてください。はい。ちょっと置いといてね。ピノか、アイスとか、アイスとか食ってねえわ。新幹線アイスなら大丈夫かも。こんにゃくゼリー凍らせるのすごいね。珍しいね。アイスか。アイスほんと最近食ってねえな。あずきバー溶けない。あずきバーって溶けないの？そうなの。俺セレブだからハーゲンダッツ。ハーゲンダッツとか、ハーゲンダッツとかさ、人からもらわないと食えないんだけど。マジかよ。アイスが美味しい季節やろ。そうだよ。なんかちょうどアイスが美味しくなり始めた季節やんね。みんなアイス何が一番好きなん？そう、なんか、スーパーに売ってる系アイス。ゴディバってアイスあるの？そうなの？え、ゴディバってアイス出してんの？マジで。初めて知ったんだけど。チョコモナカ。スイカバー。パピコ、ジャイアントコーン、エッセル、チョコミント、渦巻きソフト、スーパーカップ、ホームランバー。え、俺と同じ人いないんだけど。あ、いた！そう！そうだろうだよ。アイスっつったらそうでしょうよ。そうだろう。え、どう考えてもそうでしょうよ。一番好きなアイスって言ったら何ですか？そうだよ、ピンジョー。そうだよ。そう、そうが一番うまいよな。そうだね。シャリシャリが頭ガーンってなる。そのシャリシャリが頭ガーンにならなくなったらそう大好きになる。マジお、そうだな。そうだよ。そう、最近苦手。なんで？じゃ、あのさ、アイスはアイスなんだけど、ジャリジャリなのが好きなんだよ。なんかさ、ジャリジャリなシャーベットみたいなのあるじゃん。それはそれで好きなんだけどさ、なんかシャーベットじゃん。だからつってスーパーカップみたいなアイスって感じも嫌なんだよ。なんかアイスなんだけど、ジャリジャリしてたみたいな。層がいいよな。最近コンビニのアイスも美味しい。俺、コンビニでアイス買わないからわかんないな。どんなんある今。何があるの？なんか美味しいアイスあるの？スーパーカップチョコクッキー派の Y 登場。お、いらっしゃい。ビズシャーベット食べたい。コンビニでアイス買わないの？コンビニのアイスとか高いじゃん、だって。で、スーパーとかだったらたまに安売りやってるじゃん。なんか、
まとめ買いしたらちょっと安くなりますみたいな。そういう時しか買わんぜ俺アイス。なんかセイコーマートの100円ソフトめっちゃうまい。140円が高いの。俺未だにだからさ、コンビニとかで、じゃあコンビニとかさ、じゃあ子供の頃とかに親とコンビニ行った時にさ、アイスなんか絶対買ってもらえなかったもん俺。お弁当何食べたいは選ばせてもらえたけどさ、アイスとかお菓子とか買ってもらえなかったもん。だから未だに俺コンビニとかでアイスとかお菓子とか買わねえもん。だって高えんだろどうせ。としか思ってねえよ。そうだよ。あ、3分経った。あ、3分経った。いや、まだ開けちゃダメだよ蓋。まだ蓋開けちゃダメですよ。スーパーで買えるからそっちで買いなさいって。そう。スーパーで、だからそういうまとめ買いで安いやつで、の時は1個好きなの選んでいいよって言われて。アイス溶けましたわ。まだ頑張れ。まだ大丈夫だよ。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だ、アイス。まだ大丈夫だ。あ、あとさ、そうだ。あのさ、それセブンティーンアイスだっけ。あのさ、アイスも自販機あったよね。あるよね、なんかたまーに。あ、今あるのかわかんないけどさ、あるよね。あったよね。俺さ、あれも俺食ったことない。じゃあれある。俺あれなんだよ、小学生の頃にスイミングスクールに通ってて、スイミングスクールの玄関にそれがあったの。アイスの自販機がボンって置いてあって、みんな120円とかじゃん、あれ。水泳終わった後にバスで帰るじゃん。その道中で食うためにみんな買うんだけど、俺買えなかったから、家からおやつ持ってってたから。みんななんかさ、暑い日とかでさ、なんかバーのさ、なんかシャーベットみたいなアイスとかさ、いちごのアイスとかソフトクリームみたいなの食ってんじゃん。ワッフルコーンみたいな食ってんじゃん。はいはい、来てないです。はい、まだです。まだ食べちゃダメです。はい、そう、ダメだった。食ったことない。あれな、あれ美味しい。美味しそうだよね。普通に街中とかにボンって置いてあるからさ、マジでさ、美味しいんだよな。そう、すげえ好きなんだよな。すげえ好きっていうか食べたいんだけど、そもそも水泳してた。あ、俺小学生の時は水泳してましたよ。小学生の時だけね。なんか習い事を何かしなきゃっていう風潮があるじゃん、小学生ってさ。水泳だったわ俺は。駅構内とかにある、あるよね、あるよね。高校とか大学にあった、大学あったかな。高校はねなかったけど、大学あったかな、分からん。パンの自販機のやつ美味しい。あー、だからさ、ご飯系のさ自販機とかってさ、俺あれだ。あ、もう一個言っていい。あのさ、温泉とか行くじゃん、スーパー銭湯とか行くじゃん、あれなんだけど、あのコーヒー牛乳とか俺飲んだことないんだけど。それもそうなんだよ。だからさ、旅行とか行くじゃんか。箱根とかさ、熱海とか行くじゃん。連れてってもらうじゃん。温泉入るじゃん。温泉出てくるじゃん。なんかさ、隣にいるキッズとかがさ、お父さんと一緒にさ、コーヒー牛乳飲んでるじゃん。いちご牛乳とか。うん、ダメだったんだよな。うまいよね。あれ絶対うまいよね。大人になってからだもん、俺飲んだの。あれ、子供の頃全くダメだったんだけど。飯食っただろって言われて。いや、飯食ったかもしんねえけど、これとそれと別じゃん。どうやったんだよな。うまいよな。あれうまいよね。コーヒー牛乳ね。大人になってからやっぱ美味しいわと思って、うん、飲んでるわ。瓶の牛乳うめえよな。なんだ、飯食っただろって言われない。いや、絶対共感してくれる人いると思うんだけど。あれのおかげでスーパー銭湯大好きになった。ああ、いいね。麺伸びてるんですけど。ちょっとさ、僕はひたすら最速でボールを投げ続けてるんですけど、さっきから。一切合切入ってくれないんですけど、サンダーさんが。俺のせいじゃないんで、それ。小祝いのコーヒー牛乳、フルーツ牛乳。そんな種類あるんだね。瓶のラムネ。瓶のラムネはね、そもそもあんま飲んだことないな、別に。
祭りとかで売ってるやつでしょ。モティさん、ガリガリ君が50輪に、あ、じゃあ5輪中になりそうなんですが、まだだ、耐えろ。耐えろ。大丈夫だ。あれだ、アイスにクーラーとか当てろ。あ、アイスに氷とか当てるんだ、みんな。あれだ、熱が出た時に頭冷やすだろ、クーラー、氷とかで。あれの原理を、あれの原理を使うんだ、みんな。氷とか、すげえベタベタなんですけど。まだだ。まだだ。まだ諦めるな。もうアイス捨ててきたお前のせいだ。まだだ。まだ食べられる。あ、うえー、食え、今のは今すぐみんな食うんだ。食べろ、今すぐ食え。め、カップ麺、カップ麺もみんな食え、今だ。今一番溶けてるだよ。サンダー、電撃ポケモン。雷雲が二つに分かれた時、姿を見せると伝えられる伝説の鳥ポケモン。よし、はい。甘い汁飲んだわ。名前アンカー、はい、名前アンカー、4660、はい。あと100ぐらいどうぞ。答え、そうね、答えちょっとさっきのカップ麺と一緒に見ましょうね。これ終わったらね。うん、アイスバー。4660。はい、4660。あ、そっち行った。あ、なるほど。4660。YJSP。はい、YJSP。YJSP。はい。YJSP。はい。そっちが勝ちましたね。そっち派が勝ちましたかね。よし。じゃ、とりあえず個体値見ようかなと。で、どうだ。花とかでいいか。所持金がな。所持金がそんな感じになってるから。これは案件ですね。とりあえずでも性格じゃない？なんか性格がさ、まあまあ使えそうな性格だったらさ、持っていけるじゃん、本編に。そこ大事。行くぞ。見るぞ。なんかピカチュウがいる。あ、ピカチュウ。あ、俺の身持ってた。穏やかピカチュウ。はい。いきますよ。まず、カップ麺。せーの。無邪気。あ、まあ。まあ、うん。いや、まあ、悪くはなくない。無邪気。なんか、なんでフリーザーさんで D を下げてるのかっていうのは、なくはないけど、まあ、両刀フリーザー。両刀、あ、だから、つぶてのダメージを入れたいがために両刀にしましたっていう、あれが通るから、あり。ありだわ。あ、全然ありだわ。全然あり。答え値、2345101231819161617、ゴミ。ゴミ。じゃあ次行きますよ。サンダーさん行きますよ。せーの。なんだこれ。勇敢だー。勇敢だー。勇敢サンダー。何を生かそう、どうしよう、どうしよう。あー、何、トリル運用。2345、10、11、19。あのさ、なんで真ん中より上が一箇所歩かないかレベルなのね。ねえ。ねえ。どんだけなの？取り口、ワイボ。取り口、ワイボ。ひどい話ですね、これはね。おかん使ったところでなんだよな。グリーンのトリル使おうか。よし。じゃあ次は、水君イベント行きますか。ファイヤーは、なんかあれと一緒に行くらしいから、なんかレッドと一緒にやるらしいから、順番的にはちょっと順電ゲットするんだったら一番最後かな、みたいな。スイ君ここだよね、確か。なんか前、霞の、
あーだこうだが、水君イベントだよって言ってなかったっけ？ちゃいましたっけ？とりあえず御三家もらう。御三家もらえるの？なんだっけ、大木戸だっけ？ちょっと一回レポート書いとこう。なんか怖いわ。一通り行こう。だミュウツーと鳳凰は欲しいんだよ、とりあえず。うん、ミュウツーも行きたい。なんかとりあえずでも順伝から行った方がいいかな、みたいな。こんにちは。こんにちは。あ、どこ？スイ君どこ？え、スイ君は？ダイゴさんからもらえる？スイ君は？どっかの、どっかで会ってない、どこ？どこ？なんかイベント飛ばしてる？関地区あたりにもイベントはあった。いや、捕まえてはない、捕まえてはない。一箇所、口場やった後に何、どこにある？ちょ、みんなググって、ググってググって、ググってググって。関地区の右の方。関地区の右の方。シオンの下？風車がある道路。え？あそこ俺、通ったよ。え、俺この辺、あの裏でちょっとレベル上げがてらダラダラやってた時に、トレーナー倒してた時に、え、スイ君いたっけ？この辺？あ！いた。またボッティか。だが次こそは負けないぜ。ここまで追いかけてきたせいで、スイ君の目指しているところがさらに分かってきたんだ。本当ならこの情報を独り占めしたいところだが、私はスイ君の前では常識はあり。ヒントを教えてあげよう。スイ君は北の方の水辺の好み、高台になっているところ、そんな場所に現れるらしい。あ、はい。まあ、知ってるんで残念ですけど、あなたより情報私持ってるんで、状況なんで、さよなら。さよなら。ミナキの前で空を飛んでいく。正直な。なんか変な読み方してた。OK。これで、イベント回収して、行くか。邪魔ねえ。じゃあ行くか。すーぐマウント取る。すーぐ。ほんとね。第3グループって感じだわ。そんな細かいこと気にしねえから、第1グループ、第2グループは。第3グループはすーぐそういう細かいことばっか気にするから。ちょっと怖いな。一回この辺でレポっとくか。スイ君か。スイ君もね、多分ね、ドラゴンダイブ。いや、でもドラゴンダイブだともしかしたら黄色かな。あ、はい。ドゥルール。あ、ドゥルールール。はあはあ、やはり君には叶わなかった。いいんだ、気にするな。エンジュの焼けた塔で初めて会った時からなんとなく分かっていたんだ。スイ君はきっと君を選ぶだろうねって。お、ほら見てごらん、スイ君は待ってるぜ。自分の身を預けてるだけの力を持ったトレーナーと全力で戦えるのを。マジか、やった。あ、でここでレポか。オッケー。よし、お座り一発やらないとね。こいつ走るの早くない？空飛んできたんでしょ、まさきの家までじゃないの。アイス持ってきた。お前ら何個アイス食うんだ、一日に。いい、行くよ。やるよ。見ますよ。一日にアイス何個食うんや。パピポ持ってきた、ポッキンアイス持ってきた。まあ、さっきよりはね、早く捕まると思うんで。あ、レベル40、あ、マジか。あ、レベル40、40だと、ドラゴンダイブだと死ぬから、あ、ちょっとその前にお座り一発やりますね。お座り一発、よー。まあ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 。白い切り。スーモの居合切り。え、多分空を飛ぶでね、ちょうどぴったりぐらいだと思うよ。ちょうどぴったりぐらいだと思うわ。
スイ君言うて耐久高えから、ちょうどいいでしょ。ほらねー、ドラゴンダイブだと落ちてるでしょ、ほらーねーねーほらーねー、その声耳やられる。すーぐマウントよし、ボール投げるごとに餅1個食うよ、食えよ食えよ、80個ぐらい投げるからな、ボール。あ、40しかない、じゃあまあまあいいや、いく、はい、ひとーつ餅食え、餅食え、餅食え。だから第3グループは嫌いなんだよな。風起こし Z、スイ君の。スイ君って飛行技って風起こししか覚えないっけ。あ、さっきのもカウントされてるか。あ、これ3つ目か。これ3つ目か。もっちち、あ、あのさ、あのさ、あいつ、ローラの CM よくない？もっちち、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 もっちち。それだけ、ごめん、なんでもいいわ。すでにきついんだが。このペースで投げないと、食わないとダメだから。あー、残念。このペースで食わないと。モッティッティ、そう、モッティッティ、モッティッティ、モッティッティ。1分でできるカップラーメンだからすげえ。え、1分でできるカップラーメンとかあるの今。あるの？初めて知った。何の CM？ あれもカップ麺じゃなかったっけ？あれカップ焼きそばだっけ？もっちっち、もちっち、もっちっちって。なんかあの OL とかが昼休みとかに食うやつ。そう、くっそちっさいチキンラーメン。あのさ、よくさいるじゃん、女子がさ昼にさ、じゃあご飯食べようとか言ってさ、くっそちっさいカップ麺の中身がくっそちっさい、なんか豚麺ぐらいしか入ってないようなの食って、あーお腹いっぱいごちそうさまみたいな。あんなさ、あんな絶対腹いっぱいになってないよね。腹 0.3 倍分ぐらいだよね、あんなの。すげえ思わん？女子の弁当とかクソちっちゃくない？うん、3分のやつもうお湯を3杯入れれば1分にできるよ。あ、あ、はい、食え、はい、食え、食え、食え、どうぞ、どうぞ、どうぞ。ぴったり3分ぐらいじゃない？え、ガチでぴったり3分ぐらいじゃないの今の。え、ちょっとさ、ちょっとタイムスタンプ見ようぜ。え、ちょうど3分ぐらいじゃない？どうよ。ほら、じゃあ、ほらーってどうやってたのがちょうど3分前だよ。ほらー。ホラーから3分でゲットしました。スイ君、オーロラポケモン、姿を現した時なぜか北風が吹くと言われる大地を駆け巡るポケモン。すご、うん、餅9個食えたから、なんか9個ぐらいだったらいけそうだよね。名前、なんか5520、はい、5520。俺の5分なんだから食えよ、食えよ、散々伸びた言ってるんだから食えよ。5分のやつだろうがなんだろうが食えよ。ほんと。あいつカチカチだろうが食えよ。もう散々文句ばっか垂れてるんだから。5520。はい。はい。餅。はい。餅。餅。はい、餅。モッティ、見事なもんだぜ。これほどの戦いを見せてもらった。何も文句はないよ。さらばスイ君、さらばモッティ。あ、消えた。そして彼の出番は二度となくなってしまった。オッケー。じゃあ答えしていきましょうか。で、とりあえずここでいいか。ちなみにまだ5個目な模様。ちょっと飛んだ、米ビューが。一応おめ、別におめでたくないけど、おめ
別に何もおめでたいことない。1位になったって何も誇れないから、ニコニコ生放送の1位なんてクソだよ。次は鳳凰かミュウツー、鳳凰かミュウツー、ちょっとその前水球見まーす。せーの、仕事終わったばこてぃどうもこんばんは。さすいくん、竹登り採用する氷の牙。いや、理性はない、理性はない。別に答え1、答え1班いない、答え1班いない。あ、いた。まあまあ他の二つに比べれば、他の二つに比べれば、まあ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 、ただ D が02 D が02っていうね、耐久命の水君の D が02っていうね。まあ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 、まあ反応に困るよ。あ、どうしよっか、どっち行く、鳳凰行くかミュウツー行くか。ミュウツーもありな気するけどな、なんか。ミュウツー先な気しない？ミュウツー入れんの？そもそも。そもそも花田の洞窟入れる？入れそうな雰囲気はありそうだけどな。鳳凰先？鳳凰先？ミュウツー無理？あ、ミュウツー無理なんだ。ミュウツー無理なんだ。ミュウツーあと。ミュウツー結構捕まるのだるかった。じゃあ鳳凰行くか。はい、ミュウツーもいける？関東ジム制覇したらいける？グラカイはあれなんでしょ？あれ終わったらなんでしょ？レッド。ちょっとリニア乗ろうぜ。もうさ、リニア乗ったことないからさ。リニア乗りたい。こんにちは。いやー、誰かが発電所を普及してくれたおかげでまたリニアモーターカーが浮かす、らら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 ら、はい。はい、リニアパス。ブブー。なんで？なんで？なんで俺リニアパス持ってないんだけど。ちょ、待って。なんで？なんでリニアパスないんだが、はぁ？動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。だいぶお休みいただきましてありがとうございました。また、本日から通常営業でやっていきたいと思います。今夜夜8時からは金ネジ機能生放送やってきますので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。明日は明日で別の生放送やろうかなと思ってます。あったかくして寝ろよ。